近代ユニバーシティ、皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男、山内泰史です。今日は近畿大学の短期大学部商経科括弧2部につきまして、図志信秀先生からお話をお伺いしたいと思います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生、短大があるということで、これは近畿大学の短期大学部商経科というのは一体どんな勉強をする学校なんでしょう？はい、我々短期大学部はですね、短期大学部と言っておりますけども、れっきとした一つの学校、短期大学でございます。で、内容としてはですね、一つやっぱり大きな柱としては商学、はい、そして経済学で、その中でまた経営学であったりですね、さまざまな学問を学んでいただけるということで、具体的に申しますと、例えば企業の経営管理手法ですね、それから経営方針であったり理念であったり意思決定、そして経営資源は時代によって随分と変わっていきますので、そういった新しい経営資源、さらには流通業者から生産家のずっとこういうふうなですね、流通に関するもの、それから何といってもやっぱり経済学ですよね。近年の日本経済に限らず国際経済についても十分に学んでいただけるようなプログラムを組んでおります。これはじゃあ学問分野としては近畿大学の経営学部や経済学部と似ていると考えていいんでしょうか？おっしゃる通りです。2部というのは一般的には夜授業をやってるイメージなんですけど、実際はどんな感じなんですか？うちは13時15分から21時35分まで、随分長いこと開講しております。午後から夜中までと。はい、ですから学生さんの中には、はい、昼間のうちに授業を取ってそれから復習をするという人もいらっしゃればですね、ちょっと朝弱いんだっていう人はですね夕方から一生懸命頑張るという人もいらっしゃいます。はい、2年で短大を卒業してもう一回大学に入るというと、受験勉強をもう一回やらなきゃいけないんですか？そうなんですね。ところが我々はですね、このサポート体制も充実しています。はい、編入学を希望される学生さんに対しましては、編入学対策講座あるいは編入学対策ゼミというものがございますので、そこでしっかりと準備をしていただいて進学してもらうと。去年の例で言いますと、近畿大学経営学部に進学した人もたくさんいるんですけれども、例えば同志社大学商学部であったり、はい、あるいは関西大学であったりですね、はい、いろいろなところにそれぞれの希望を叶えて進学されています。へえ、他の大学に行く人もいらっしゃるという。はい、残念ですが確かにいろいろできるという点で恵まれた学校ですよね。短大出ると、はい、一般的にはみんなそのまま就職っていうイメージなんですが、実際に就職する人と4大に編入する人の割合ってどんな感じですか？そうですね、近畿大学短期大学はちょっとユニークでございまして、およそ 70% から 80% の人が編入学、そして就職される方は 20% から 30% ぐらいというような比率で最近推移しています。もちろん就職を希望されている方もたくさんいらっしゃいまして、それに対しては実学、本当の実学ですね、資格講座なんかもものすごく充実していますので、例えばマイクロソフトのオフィススペシャリストであったり、あるいは秘書士、秘書検定、簿記検定、そういった資格をたくさん取って就職されていく方も皆さんいらっしゃいますね。なるほど。就職する場合はどういった、はい、業種や職種が多いんですか？これがですね、多岐にわたるんですよ。私の知っている限りでも金融、流通、メーカー、サービス業一般、本当に多岐にわたります。ぶっちゃけた話、4年生大学を出るのと短大を出るので待遇って違うもんなんですか、就職すると？どうなんでしょうね、そのところは。やっぱこれはもうリクルーターであったり企業側のお考え次第だと思いますけれども、仮に私が採用担当者であればすごく頑張る人だなと思いますね。うん、はい、そして真面目に自分の人生を考えている人だと思いますので、2年間で1つ学問を収める、はい、そしてその時に就職をするということもできますし、またもっと勉強してみたいという人は4年生大学への編入もできると。そういう意味ではですね、2つのカードを握られるという意味では魅力的なんじゃないかと思います。実際に私その存在を知ってると、なんか短大お得な気がするんですけどね、いろいろとやっぱり。もっと見直していただきたいんですけどもね。ちょっと知名度を上げたいと。はい、やっぱりちょっと短大もマグロを買うしかないみたいな感じですね。ご存知でしたか？いろいろな実学をやってる中でですね、去年であれば、マーケティング論の授業でこちらの学生が考えた淡路島ソースと、近畿大学のマグロ、これをさばきますとですね、どうしても中骨だとかいわゆる廃棄されてしまうような部位が出るんですね。これを上手に出汁にしていただきまして、これを混ぜ込んで、しかも梅風味を加えてですね、淡路島ソース令和と
いうことで。まさかちゃんとマグロ話つながると思いませんでした。サスティナビリティ時代ですので、そういうふうにやっぱり、海洋生物に対する敬意であったり、あるいはそういう無駄をなくすというような、そういう発想を盛り込んだ、なかなかの商品だと思います。やはりこれもその商経、まあ、商学や経済というところつながってきてるわけですね。そうです。短大っていうと、なんか女子ばっかりいるイメージなんですけど、実際はどうなんでしょう。はい、実際ですね、近畿大学、短期大学はほぼ半々、男性半分、男女半分、女性半分です。男子はどういう志望動機で短大入ってくるんでしょうね。私の周りで聞く限り、やっぱりあの4年生に直接行くかどうか迷っちゃったんだっていう人が多いような印象ですね。あ、なるほど。まあ、1回短大入ってからまた4大に編入もできるし、まあ、就職するっていう選択もあるという。はい、そうですね。結構高校の進路指導の現場で、とりあえず大学入るみたいな雰囲気だと迷っちゃう高校生多いので、はい、一般短大に入ってシンキングタイムを2年延ばすっていうのはありかもしれませんね。あの非常にいいことだと思います。やっぱり自分の人生これから長いもんですからね、あの18歳時点で、まあなんて言うんでしょう、生徒はことを損じるというようなことになっていただきたくないもんですから、しっかりと勉強してそこからまた自分の人生を描いていただけると非常にありがたいと思います。なるほど。短大たった2年しかないということで、すごくこう勉強ってやっぱりぎっしりぎゅうぎゅうって感じなんでしょうか。申し訳ないですが、皆さん一生懸命勉強していただかないとなかなか卒業できないですね。あ、結構大変ですか、じゃあ勉強は。そうですね、あの短期大学はなんかあの大学の半分みたいにね思われる方いらっしゃるようですけども、あ、はい、学校教育法でも規定されてますように、大学と短期大学全く同じレベルの内容を提供することになっておりますので、簡単かななんていうふうに誤解されてこられると困っちゃいます。実際私もいろんな学校を取材しますけど、その短大ってやっぱり2年しかないんで、すごく教育の内容濃いですよね。そうですね。図志先生ご自身はそのどういった研究されてるんでしょう。私はあのマーケティング論であったり消費者行動論、はい、そういった分野を研究しております、うん、また同時に社会人基礎力育成法、そういったところも研究しています。では先生の下で習う学生さんたちってのはどういったこう勉強をやってらっしゃるんでしょうね。典型的な例は企業に協力を求めまして商品を開発するという実学ですね、はい、でその経緯でですね、社会人の人たちとの、まあ、やり取りを通じて、まあ、立派な社会人としての準備ができるように、また専門知識を深めるようにというようなことを両立てでやっています。キャンパスは近大の本部と同じ東大阪でやってるわけですね。そうなんです。経営学部と同じビルの中でやっております。じゃ あの短大といってもその校舎が離れてるわけじゃないから、近畿大学の大きい図書館とか学食とかみんな使い放題。その通りです。もう有名な英語村であったり、あるいは CNN カフェ、はい、もういくつあるんでしょうね、20万冊ぐらいあるんでしょうかね、超巨大図書館すべて同じようにお使いいただけます。そのまま近大に通ってる感じに。そうですね。素晴らしい。設備はそのまま、はい、サークル活動とか一緒にやったりしますか、やっぱり。はい、しかも総合大学ですのでね、サークル、ね、クラブ活動も他の学部の人たちと仲良くなれると、ここがメリットだと思いますね。総合大学の利点もちゃんとあるという。そうですね。将来あのそういえばあれどうしようって言った時に、そういえば理工学部のやつがいたなとかですね、いろいろなところでつながりもまた維持できると思います。なるほど。先生ご自身がこうマーケティングに興味を持たれた高校時代のきっかけって何かありますか。たくさんの人に物事を伝えるっていうのは一体何なんだろうと思いましたら、やっぱりマーケティングかなと思うんですね。まあ、プロモーションという部分があの大きくなるんですけれども、まあ、いくら良い品物であったり、いくら良い人物がいたとしても、上手に伝えていかなければそれは多くの人には響かないんですよね。そういった意味でマーケティングという学問は非常に高い関心を持っていました。なるほど。それをまあ大学で勉強しようと。今我々がやってるのがまさにマーケティングでプロモーションでして、はい、この近畿大学の短大をどうやって多くの受験生に PR するかっていうのは私としても大変熱いんですよ本当に高校生の皆さんがこれをですね、スマホの動画で見ていただいて、はい、まあ、近大の短大最高、入学しようみたいな気持ちになってほしいという。もちろん近畿大学行こうとか経営学部経済行こうって考えてる人には、あ、短大あるんだっていうのをぜひ選択肢に加えていただきたいという、はい、経営学部以外の学部に進学する方もいらっしゃいますか。はい、まあ、しかし、まあ、若干名というぐらいで推移したんですね。大体経営にそのまま行くと、はい、他の学部に行きたいとか他の大学行きたいっていう場合も先生方は熱心に指導してくださるんですね。そうなんです。ですからあの去年ね、あのちょっと他大学に行ってしまった人たち、私のゼミもいましたけれども偉い人に怒られるんじゃないかとビクビクしてますただ他大学に編入するというのは試験も大変でしょうし、相当努力されたんでしょうね、学生さん。やっぱりあのこの学校のいいところっていうのは、あの短期大学部に限らずだと思いますけれども、頑張ろうという人、やってみたいという人には全てチャンスが開かれている。そしてそれをサポートする体制っていうのがものすごいできてるんですね。
ですから、ちょっと、ね、自分一人では頑張りきれないっていう人もね、入ってしまえば、例えば編入学、そんな恐ろしいこと自分にできるんだろうかと思ってても、たくさん周りに仲間がいますから、そういう雰囲気、はい、空気感、これとっても大切だと思います。仲間がみんな同じように夢を持って頑張ってるっていうのは素晴らしいことですね。そうですね。でも先生も応援してくれると。はい、一生懸命やります。はい、ということで、近畿大学が実は皆さん短大持ってるんですよと、まあ、しっかり知っていただくのと、短大は大変魅力的であるということで、ぜひ多くの方に関心を持っていただいて志望してほしいと思います。はい、今日は先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい。